こんにちは,こんにちは自然中クラブをスタートします今回は「歯士改正アカデミー」の全貌についてお伝えしたいと思います。 であとは、ダイエットで、ね、あの食生活、食習慣を変える上での、まあ、成功する秘訣ですね、えー、その鍵の4つのポイントをお伝えしましたけれども、えーまあ、それでね、あのーまあ、実際に今まで、ね、理論とか食事法の知識とか、えー、そういうことをすべてお伝えしてきましたけれども、まあ、今回、起死回生アカデミーっていうものをもう立ち上げるという。 ことでそのやはり一番重要なのは仲間でありでそしてその自分がやるっていうふうに決めるっていうことですよねだからそれでその今回、まあ、参加することによってやりきる、まあ、そういうねアカデミーにしていきたいというふうに思っていますで前回ですね、あのーまあ、軽くそのアカデミーについてね、あのーこ お知らせさせていただいたんですけれども、まあ実際に質問をたくさんいただいたんですね。あの、アカデミー、あの、どういう内容なもんですかとか、ね、忙しい私でもできるんでしょうかとか、ね、期間はどのぐらいでしょうかとか、まあいろんな質問をね、いただいたんですけれども、今回、まあじゃあ、ね、その質問に答えるということで、じゃあ実際どういうことをやっていくのか、具体的にお伝えしていきたいと思います。で、 まあ私自身がね、よく思うのは、もう、世の中にあらゆる健康法とか、うん、知識とか、そういう情報とかっていうのはありふれてるんですね。で、ただ、その、それを知っていても、実際に行動しなければ、体感することっていうのはできないんですね。で、実際に自分の症状があったとしても、それを、 言われた通り、やらない限り、その症状というものは改善しない。ですので、やっぱりここでね、あの、実践できる人。うん。あの、例えば、もう今まで言われた通りにね、じゃあグルテンやめますとか、ね、あの、意志が固くて、ね、あの、その通りやったら、あの、ものすごい、あの、結果出ました、あの、体調良くなりましたっていう人もいろいろいたんですけれども、まあ、その中で、え、運動もできて、 で、あと、いつもポジティブでということでね、あれば、あの、今回のね、音声は聞く必要はないと思います。で、あの、ちゃんとね、今まで聞いた自然注意でお話しした内容そのままね、実践していただければいいと思ってます。で、ただ、その、実践できない人っていうのはね、やはり中にはいらっしゃると思うんですよね。で、ケンジさんは結構、あれですか、あの、 食事とか制限するとかそういうものであのやるって言ったらやる人ですかやって呼ばれましたね。やって。<laughs> やって呼ばれた。さすがに今日はみんないないのかなって思われたかと思った。そうか。<laughs> <laughs> <laughs> そうそうそう、<laughs> いるんですけど。このパターン多いですよ、ね、<laughs> <laughs> 話しすぎだよみたいな。<laughs> 話すぎ <laughs> そうあの。僕は基本的にやる方ですね。やる方昔は うんちかと甘えてやらなかった部分はあったと思うんですけど、ビジネスとか始めてから、なんか自分でやるようにはなったからと思いますね、結局的にとにかく。ですよね。だからね、まああのー、本当に、ね、あそうなんだけど、でもやっぱりその甘えとか、ね、生じてしまうんですよね。だから、そこで、まあ、実際、グルテンをやめてみる、うんうん、難しいですよね。 難しい、本当難しい、最初、一番最初の段階から、そのラーメンとか、うどんとか、天ぷらとか抜いていくっていうのは、すごく難しいと思います。うん、<laughs> そう、僕自身もクッキーが大好きで、もう、常にチョコレートクッキー。チョコレートクッキー。もう、コスコで買ってきた、<laughs> でっかいやつを、もう、あったらあっただけ食べるみたいな、その,のぐらい食べるんですか、量的に。<laughs> い普通に、えーとうん、5枚ぐらい食ってましたよね。5枚、五枚、少ないですよ、<laughs> いや、コスコのクッキーですよ。 あ大きいんだめちゃくちゃ大きいじゃないですか。でね逆にやっぱた食いすぎてちょっと気持ち悪くなったりとか <laughs> ああでもいやでも本当にでも止まらないですよね、うん、あのパン一斤とか食べちゃう人いますもんね、うん、んあ通かるわかるうん、うん、本当パンとかも大好きだったしラーメンも好きだったし、うん、全く同じもう暇さえあればラーメン食べたいとかっていうに思ったし <laughs> パスタパスタとか言ってました、うんうん <laughs> カルボナーラとか言ってましたあ パスタよりもピザかなピザの方が好きでしたね。でもねやっぱりこう実際にやってみるとそのやっぱ小麦ってねお伝えした通り、うん、あり中毒性っていうものがエクソルフィンっていうねあはい、はい、中毒性の物質が入っているので、うん、もう小麦中毒になってしまうんですよね、うん、だからそれをやっぱりその一旦切ってしまうとその中毒性っていうのはなくなって自分の体が本当にリセットされるんですよね。うんうん うん、でこの感覚っていうのはあのやってみてあ本当だっていうに思うんですよ。そうそう男でやってみないとわかんないですよ <laughs> これはね。本当に<う>最初半信半疑でしたもん僕も。<ー>うん、でやってみたらあなんだこんなにその、うん、なんていうかな今までなんか疲れとか感じてたのが何だったんだろうとか思うんですよ。うん、思いますね本当に。でもう思考とかもすごいクリアに考えられるようになるし。うんうん うんだ体調が劇的に改善するっていうことで、だからやっぱりここのやる、やらない、うん、ここがね、そうですね、本当そう。だからやっぱり私たちもね、そのグルテンフリーの生活にしてたっていうことで、まあ、その中で一回、どうやって移行していくかっていうところが、やっぱ一番。 あの難しいところでもあり考えるところでもあって、うん、でそこでやっと乗り越えられていくっていうところがあるんですよね、うん、だから今回のその「棋士改正アカデミー」っていうものはこうやってその、うん、なんだろうとは言ってもうどん大好きだから <laughs> <laughs> ピザあるしみたいなピザとは言ってもこれ友達がいるときにピザ断るなんてできないよっていう人のためのアカデミーです そうですよね、本当、飲み会とかちょっと行ったら、ピザ、ビール、なんかパスタとか天ぷらとか唐揚げとか、いくらでも出てきますもんね。ですね。ううん、で、やっぱりそのフォーカスしなきゃいけないっていうのは、やっぱ食べ物っていうのは情報なんですね。で、うんうん、この情報の中で、えっと、自分の体の炎症をオンにしてしまうもの、うん、あのもう戦いを起こしてしまうようなもの、うん、それをやっぱりこの、まあ、えー、実際に。 食事制限するっていうのは3週間なんですよね3週間経つっていうことにまずフォーカスを置いたアカデミーになります。うん、でこれを経つことによってそのこれまでね、うん、例えばまあ高血圧でなかなか痩せないとか、うん、糖尿病で血糖値が下がらないとか関節のね、えー、関節炎が起きてたりとかアトピーが出てしまってとか。うん、あのー まあ肌の肌が荒れてしまったりとかいろいろあると思うんですけれどもその原因となってるのはほぼえ体内で炎症をオンにしてしまうそういう食物を食べてるからなんですね。でこの食物を立つことによって3週間経つんですよ。3週間経つと要はその。 アンティバディーっていって、ね、あの抗原っていうものが生産されなくなるのでだんだんその症状っていうのが薄れていくんですよだから間違いなくその3週間やることによって改善するっていうことはもう間違いないんですねだからそこでじゃあ自分自身が決断していただきたいんですよ今このまま皮膚に問題があるままその アレルギーであの鼻がズルズル出てたりとか、ねうん、そういう状態を今の食事、ね、とは言っても小麦屋の大変難しいよねって言い続けながら、その症状を自分が体を持ち続けるのかって、うん、それかもしくは今回、アカデミーに参加して、うん、でみんなで一緒に3週間頑張るんですよ、うん、みんなで。 みんなで一緒に頑張りながら3週間やってみて、その3週間後、自分のその肌の状態が良くなってきたり、血圧が、ね、安定してきたり血、ね、血糖値が下がってきたりとか、その3週間後を想像してやるって決めていただいていんですよね。で、そのやるって決めていただいた方には、その大変だよねっていうところを全て うん、私たちがクリアしていってあげる、でうん、ステップアイステップで、うん、今週何やってくださいと、うんで、どういうものを買ってくださいとか、そういうのを詳しくお伝えして、うん、で感情面、そして運動面、うんで、それも絶対に継続できるような、そういう簡単なところから始めていく、うんうん、それを分かりやすく解説していくっていうのが、この棋士改正アカデミーの全貌になります。 なるほどじゃつまりはもう誰でも簡単にできるってことですね。そうで、すねプログラム内容として、まあ、大体6週間ぐらいを考えています。うんはい、で、まあ、ちょっとじゃあ、具体的に、ねあのーうん、じゃあ、タイムフレームでどういうことをやっていくのかっていうことをお伝えするんですけども、い、うん、っちゃいましょう。はいえー、まず、えーと、第0週目、1週目にも至らない、これがあの準備ですね。うん大圧 はい、で準備で何するかっていうと、まずあの買い物リストをお渡しします、実際に、えー、始めるのは、0、えー、週ですよねで、1週で2週目から始めるんですけども、うん、つまり2週間は準備期間で置いときます、うんうん、なるほど、忙しくてできない人もいますもん、ね、いるので,、うんうん、で、しかも全員が一緒に始められるように、2週間用意しておきます。うん その間に、えー、とまず、えー、必要なものを買ってください、うん、でその買う中身なんですけれどもやっぱり一番キーとなるのは、うん、あの僕がどうやってそうやってクッキーを食べ続けてたクッキーがなきゃいけない人間が、うん、あのグルテンフリーになれたかコスカの復帰を<笑><笑>これはねどうしたかって言ったらやっぱりスナックなんですよね、うん スナックこのスナックがすごい大切でちょっと小腹空いたなって言った時にクッキーじゃなくて手を出せるものが用意しておくっていうところなんですね。それがねやっぱりナッツ類あとダークチョコレートですね70%以上のカカオがあとはグルテンフリーのスナックであったりとかそういうものを用意しておくそしたら安心ですよね。 あとは、まああのー、非常に炎症をオフにするっていうもので良質なオイルが必要なんですね。うん、だからそれも買っておいていただきたいというのがやっぱり一番代表的なココナッツオイルですね。これはもう本当にあ生でも食べてもいいぐらいのうん、うん、オイルなんでココナッツオイルを買っておくと、うんまあ、あれですか料理に使う人とか無臭のやつとか、うん、探したりともするわけです。 <laughs> <laughs> あるのかなと思って結構ここから溶いて匂いがあえてないですかあのね料理にするとそこまで気ににはならないですね、うん、あそうなんですかうん僕生でしか食べてないんで分かんない、ね、そう。うんうん、まあ生だと、まあ、あのまあオイルだなって感じがするんですけど確かにオイルです、うんうん、はいであとは、えーとまあ、サラダのスパイスですね、うん、あまあやっぱりその 普通のサラダドレッシングとかには結構小麦とか入ったりとかしてるので、うん、あのちゃんとそうやってその工夫ができるような形で、うん、えやってる、そういう買い物リストですね、うん、それをちょっとお渡ししたいと思ってます。ななるほどど、はい、次にあのオプションなんですけども、うん えとまあ、3週間エリミネーションダイエットするということで、ただやっぱり食事っていうのが一番大,大変だっていう方がいらっしゃるんですね。うんうん、だからそのために、えーとまあ、プロテインパウダーみたいなのがあるんですけれども、はい、これがね、あのーまあ、ちょっとホールフーズいって最強のものを見つけたんですね。最強ですかこれはそのパウダー状になってて、プロテインなんですけども、えー、と野菜の成分で、ね、できてるんですね。うん で、まあ、あの推奨できるプロテインって言ったら、ホエイか、ヴィ、うん、ー,ーガンのプロテインになんですけども、うん、あの大抵ヴィーガンのプロテインだと、そのブラウンライスプロテインとか、うん、あのピープロテインとかって豆類の,、うん、あのものが入ったりとかしてるんですよ。大、うん、大豆その大豆タンパク質、うん そういうプロテインとか入ってたら最悪ですよ、<laughs> 結局ところ、意味ない,いいないじゃんってことになるじゃないですか、うんうん、でそれが全部入ってなくて、うん、だから、あのー、そういうフリー、ラクトースフリーで、うんえー、でしかもオーガニックの、ピ、うん、ー、P、とかでも、あのー、発芽したやつ、スプラウトプロテインを使ってるやつを見つけたんですね。うん、新芽ってことですよね。あととはは、えー、甘味料にはなんと あの使ってるのは捨て部屋。素晴らしい。うん。だからその糖質を上げにくくしてるっていうもので。うん、これを、まあ、今ちょっと僕テストで飲んでるんですけど。うん、あの、意外に美味しくて、あの腹持ちがめちゃくちゃいいんですよ。へ、うん、えー。どのくらい持ちます?。えっと、だから、朝に飲んで、別に冬まで全然オッケーですよね、うん。それ、それだけで。はい。えー、で、今日は僕昼半分にして飲んだんですけど。うん、あの、夜まで全然持ちました。マジですか?。うん。 めちゃめちゃいいですね。さらにすごいのは、ここの中にプロバイテクスが入ってるんですよ。えー腸内、腸内筋も整えることができるとことですよね、うんうん。そうです。うん、だからそれで、すべてオーガニックのものを使って,ているものなんで、うん、まあこちらですね、これを、まあ、私のちょっとあの知り合いで、あのーまあ、日本でね、 あの3番手ぐらいの,あの旅行会社があるんですけど、IACE っていうあの旅行会社があるんですけど、はい、まあそのえ創業者の方がいらっしゃって、もう今、IACE の会長になって、実はあのロサンゼルスでそのサプリメントを販売する業者をやってるんですね、うん。うんうん で一昨日彼にちょっと会いに行って、このメーカーのやつをちょっと取り寄せたいっていうふうに聞いたら、うん、あのあ僕、そこと取引あるからって言って、だそういうのもちょっと用意してます。なので<ー>、まああの、実際2週間で用意できるような形にはちょっと持ってきたいとは思ってるんですけど、まあ、そ,<ー>そこもちょっとあのアメリカしか手に入らない、そういうものをちょっと用意しているので、もしね、あのうん、会社で。 外食行くの大変だって言ったら、うん、そのプ,プロテインパウダーみたいなものをこう、ねうん、持ってっていけば、まあ、水とシェーカーさえあれば、それでランチができると、うんえー、非常に簡単にやりやすくなるという感じですよねそれちなみに飲んだ感じは、どろどろっとした感じは、それともサラサラっとした感じですかえっと、ね、水の分量によりますけど、水の分量が少ないと、どろどろって感じがしますねうん。そうした方が腹持ちがいい感じですかあ基本的に パウダーの量なんであの、うん、基本的にはあまり変わらないですね。ああ、そうなんだ。それはいいですね、最強ですね。あとは、このゼロ週目で、まあ、あのグラスフェットバター、はい、で乳製品ダメだって言ったんですけども、うん、あのこのグラスフェットバターに関してはちょっと例外で、えーまあ、とにかく、あの、えー まあ、乳製品で問題になるのはあの、カセインっていうプロテインと、あと、うん、ラクトースっていう乳糖なんですね。うん、で、バターになると、まずこの量があのあのあの劇的に減るっていうことと、うん、あとあの、非常に良質なあのオメガ3の脂質と、うん、あとは前回お伝えしたあの、カンジュゲイリルリノリックアシッドって言って、CLA っていう、うん、このアシッドが、もうめちゃくちゃすごいんですよ。 これが体内のメタボリズム、めちゃくちゃ多くして、細胞が燃焼するような形になってくるんですね。要は基礎代謝を上げてくれるような助けもしてくる、これは結構推奨で、日本で購入できる先をちょっと見つけたので、だからそこの購入先もちょっとシェアして、これ、どうやって使うかっていうと、僕は。 まさにコーヒー一杯飲んでるんですよ。うんうん、で、コーヒー一杯飲むときに、このグラスフェイトバラーをティースプーンで一個ぐらい。うん、あの、取って入れて。で、そうすると、その油じゃないですか。はいはい、で、バターの油で、クリーミーになるんですよ。うーん。だから、そう。そう。乳製品のミルクを取るっていう代わりに、このバターを入れることによって。うん、で、良質な脂質と、うんえー、ね、あの、メタボリジアムを上げるようなものを入れること。うん <laughs> であと脂質は、うん、あの非常に満腹中枢を満腹感を出してくれるのであの、うん、お腹がすきにくくなる、えー、さっきのプロテインとこのグラセットパターンを取ってれば多分あの食欲に悩まされることは結構少なくなるって感じですかねうんまあだからそこでなんかね食べ 口が寂しいとかっていう人はそれプラススナックスナックで補ってほしいっていう感じです、ね。なるほど。うん、これあれですね、グラスフェットバターっていうのは要はオーガニックの牧草を食べて育った牛のから作ったバターってことですよね。そうですね、牧草で育てられたってことですね。で、まあこちらとあとですね、あのーまあ、こちらは第3週目かな。うん、えー で運動があるんですけれども、はい、まあ運動用のオプションとして、うんえー、トランポリン、うんうん、こちらを、まあ、あのスペースがあって、うん、トランポリンやりたいという方はトランポリン、えーうん、ゼロ周目で買っていただくと、うん。オプションってことですねはね、い。これはオプションです。トランポリンなくても運動する方法はお伝えしますので、ちなみにあのトランポリンなくて運動するっていうのは、別にスペースは全然取られない運動です、ね。1> 畳,1畳で 素晴らしい。はい。うん、だからまあ寝る場所一個あれば誰でもできるってことですね。しますので大丈夫です。ででですねうん、はい。で、えー、その次にまあ買い物リストが終わってからですね。はい、えー。その次に何するかっていうとまずゼロ週目で外食対策をします。はい。で外食対策って一体何かっていうと、うん、一番難しいのは外で食べるときに何を食べていいのか。 っていうことで迷うんですよ。これほんとそう。はい。ほんとそうですね、これは。はい。<laughs> ですので、まだあの、これ、えっと、食事制限始まってないので、うん、あの、別に普通に食べられるわけじゃないですか。うん、食べていただいて結構なんですけど、その時に、あの、グルテンフリーのメニューは何ですかって聞いてほしいんです、うん。あー、なんかウェイターのしとかに。はい。 でもしウェイターの人が分からなかったらあの、すいません、マネージャーかキッチンの方、ちょっと呼んでくださいと。で、小麦が入っていないメニューはどれですか、うん、っていうふうに聞いていただきます。まずそこから、はい。うん、で、それでグルテンフリーのメニューがどこにあるのか、でどのレストランに行ったら、のどのグルテンフリーのメニューがあるのかっていうことを、まずメモっておいていただくっていうことですね。ああととはあれでですねサイトで公開してるとこも 中にはあるかもしれないんで、そういうところも調べてみるといいですよね。で、まあ、これが、そうですね。で、あと、まああの、今回のやはり起死改正の中で一番の目玉としては、コミュニティを作ります、うんはい、でインターネット上で、えー、皆さんでこうその情報をシェアするということで、た今回の外食対策でもこういうメニューがありましたっていうことを、どん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 ,どんそのみんなでシェアしていくっていうことですね。そうですよよね、うん、地域によっても本当 全然ないとところもあると思う思うんでねそだからまずあのやはり仲間っていうのはすごい重要で自分の周りの人間が、うん、に影響を受けるっていうことですね。なのでその意識の高くてみんなで一緒に健康になろうよっていう仲間たちが集まってるっていうことは、うん、これはその実際にねあの実行する上で。 一人ぼっちでないっていうところが、やはり今回の大きなポイントとなってくるので、うん、このコミュニティあゼロ週目としては、外食対策、グルテンフリーのメニューをシェアしてもらったり、うん、あとは自己紹介していただいたりとか、そう,ね、そういうことを考えていますあと経過報告とか、それぞれのい。で、えっと、第1週目ですね。うん、1週目に入りました、はい まだちょっと食事までは早いんですけど、第1週目は何かというと、感情です。うんうん、感情の付き,い付き合い方ですね。で、これ、何がやっぱり大切かというと、そのゴール設定なんですよ。うんその。やはり、ある程度、コミットメントやるっていうことは、うん、そのコミットメントを続けるためには、うん、それをやるためのモチベーションっていうのはすごい大切なんですよね。うんうん、で、このゴール設定。 3週間後、どういう自分になっているのか、うんで、この自分が、ね、どういう自分になったらわくわくできるのか、それをもって、本当にその100%、うん、100%達成できる目標設定術、うん、これをお伝えしたいと思いますなるほどだ、あれですよね、大げさになんか20キロ痩せるぞとかね。 そうです、よね、うん、現実的に想像可能な目標でない限り、うん、人っていうのは達成することができないんですね。だから自分がなんかね、1年後に、ああ、まあいいや、5年後でもいいですわ、あのうん、年収1億になってるとかって言って、それがどういうステップを踏んで、5年後に。 1億になってるかっていうことをリアルに想像できた人だけが達成できるんですね確かにそうですねこ、うん、れはそれが何か何にも唐突にあ1億で稼げたらいいなとかって言ってるような人は達成することはできない俺できるからみたいな、うんはい、そういう人はダメってことですねダメですね、うん、そういうものをあのお伝えしていきたいと思います、うんはい、で次にあの感情の付き合い方ですね、うんうん、こちらで、えー、と1日5分やる 瞑想法をお伝えします、うん、で、あのーまあ、朝起きて5分間瞑想ですね、うんうんで。これが何がすごいかというとですね、うん、その本当にです、ね、たった1日5分やるだけで、人間って感情2つあるんですけど、うん、ポジティブな感情か、ネガティブな感情があるんですけど、うんはい、ほとんどの人が多分、ネガティブな感情を フォーカスしててるうん、僕は多多く見てきたんでで、ね、ですす、ね、すねねねそい確かに、うんあの。こんなの嫌だとかねこんな人と付き合いたくないとかこんな会社嫌だとかっていろいろあると思うんですけど、うん、でやはりそのネガティブな感情を引きずっていると、まあ、前回もお伝えしましたけどそのネガティブなことが引き寄せてしまうっていうことが起きます。うんはい、ですので何を得たいのか、ねうん、どういうことを得たいのか。うん それをその、ね、ワクワクする自分を作り出すことができれば、ポジティブな感情がそれで生まれるんですね、うんうん。で、今回のその瞑想法っていうのは、心の映画館っていう手法なんですけれども、うんえー、このネガティブな感情を一緒にして消して、うん、でポジティブな感情を、えー、ものすごく強くしていくっていう、そ、うん、ういう方法になります。うん、まあですので、まあ、これをやるだけで、モチベーションが上がりっぱなしにしてしまうと。うん しかもポジティブな方向でってことですね。で、この感情を持った上えで、実際に次の2周目につなげていくというふうな形にしていきます。なるほど。では言ってみれば、心の準備ってことですよね。そうですね。達成できるための。で、あとですね、もう一つとしては、グルテンフリーの料理の練習をするということですね。これはやはりちょっと、いきなりね、 あの料理全部グルテンフリーにしてくださいって言うと大変なので難 <laughs> しいですね、はい、でそれをこうちょっと簡単なねあの形で、うん、あのグルテンフリー料理の練習、うん、えそれをしますこれもあれですよね騎士改正の助け合いコミュニティの中でみんなそうですね、うん、そうしていきたいと思います女性の方なんか料理得意な方たくさんいらっしゃると思うんでそうですねうん、うん、はい であとは、えーとまあ、第2週から始まる、ね、あの料理の,、うん、あの実践編があるんですけども、そ、はい、れに備えて、この3週間、うん、これのミールプランを作成していただきます。うん、でこれはやはりその、まあ、0週目で調査をしていただいたと思うんですけど、やはりちょっと、具体的に自分が何曜日に何を食べてっていうことが決まっていないと、うん、その考える隙を与えると、 自分がもうう嫌になっちゃうんですねそれはありますね、うん、僕も実際経験あります。はい、だからまあ、あの最低でも1週間、うん、次の1週間のミールプラン、うん、それを考えて、うんで、先に準備をしていくっていうことが、一番成功の鍵になりますので、うん、ここで作成していただきます。うん、そうで、すね、はい、でで2週目ですね、2> うん、第2週目で何をするかっていうと、ここから実践です。何かとというと、まあ あのエリミネーションダイエットですね、うんうん、これを実践していきます、うんで。基本的にその、まあ、食品過敏テストで、えっと、低過敏っていう形で出た方は、うんえー、グルテンフリー、ミルクフリーで多分十分だと思うんですね。うん、それだけをまあ避けていけばいいでの中度とかって出た場合っていうのは、えーまあ、グルテン、大豆、乳製品。うん これを除いた形で実行していきます、うん、でかなり高い、あのー、形で出た方っていうのは、うんえー、もうちょっと制限する量が増えてきます。うんはい、でまあ基本的にはそののぞ、えー、いた形、うんうん、でそれで、えーまあ、実践編を実際にねみんなで一緒に実行していくと。 一斉のせいでよーいどんで,で始まる。はい、<laughs> いいですね。はい。<laughs> で、第三週目で運動です。うん、はい。で、ここでは、あのー、まずですね。その。長時間の有酸素運動は体に有害なんですね。うん、はい。で、その運動の理論をちょっとお伝えします。うん、で、えー。で、あと、その運動、エクササイズの一番重要なことっていうのは。うん、あの、継続させることなんですよ。うん あのい一番大切な考え方っていうのは、うん、あのやり始めるではなくて終わらせるなんですよ。できち,ぎちあのきっちりきっちり仕事を終わらせていくっていうことをやっていくっていうことと、うん、それを継続してやっていくってことですね。うんうん、ですのでやはりそのいきなり20分のトレーニングとか、うん、いきなり1時間のトレーニングとかやると。 あまりにもきつくてやめてしまう、うん、始めるだけで終わっちゃいますねだ始めるっていう考え方ではなくてきっちりきっちり少なくてもいいから終わらせてあの毎日毎日続けていきましょうと5分でもいいから5分きっちり終わらせるってことですねですのでえ今回は1日5分のトレーニングこれをお伝えしていきます 2>、うんうん、で、えー、まあ2つですね畳一畳でできるトレーニング うん、畳一畳トレーニングとあとは、えー、とオプションで買っていただいたトランポリンですねトランポリントレーニングも1日5分でできる、えー、トランポリントレーニング、うん、これはあのなんでトランポリンかっていうと、うん、あのトランポリンを買った方がいいよって言って、うん、買ってくれた人、うん、っていうのは結構継続してできてるんですね。うん まあ、なぜかというと楽しいし確かに、うん、あと関節を痛めることがない。うんうん、ですので、やはりその、まあ、暇さえあればテレビ見ながらでもトランポリンジャンプできるし、うん、そういう意味であの継続性が非常に強いということで、まあ、トランポリントレーニングをちょっとお勧めしている、うん、ということですね。確かに。はいはい、それがまあ第3週目ですね。うんはい、で次に、えー、第4週目。はい えー、こちらはちょっと習慣について考え方をお伝えしたいと思います。うん、でまあ食事はねまだ続いているような状態なんですけれども、うんえー、この中でやはりその自分の未来っていうものは習慣によって決まるんだと。うんうん、で習慣イコール運命っていうことですね。うん、であとはその、まあ、集中力のつけ方ですね。そのまあ、みんな 多くのものに惑わされて、多くの情報を取ろうとしたり、うん、マルチタスクをやろうとしたりとかするんですけど、うんうん、一応、ダメですよね、マルチタスク。マルチタスク、それをやってしまうと、あのどれも中途半端になっちゃうんですね。確かにそれをこう時間をね、あのー、もう多分10倍ぐらい、これをやることによって作り出すことができる、うん、まあそういうことをちょっとお伝えしていったり。うん 日々の行動を習慣化させることによって、うん、でそれを例えばじゃあ1年続けると、うんで、この習慣のスキルさえマスターしてしまえば、うん、もう本当に無敵なんですよ、もう健康にもなれるし、うんね、あの人間関係もうまくいくし、うん、そして仕事もまたこれもうまくいってて、うんでえー、収入とかそういうものが上がっていくと。うん やっぱりここがいあの、なんていうかな、本当に人生をやっぱ起死回生させていくっていう上では、うん、本当にね、ここの習慣っていう考え方、これをマスターしていただきたい、うん、でそのためにちょっと、人生レベルのスキルですよね。はい。うん、それをね、ちょっとお伝えしていきたいと思います。素晴らしい。そして第5週目ですね。はいはい、第5週目でですね、えっ、ー、と、まあ、実際にもう、あのー、 2, 2、3、4週で3週間終わってますよね。うんうん、で、ここから、えー、体のリセットがもう終了しました。はい、ですので、えー、ここからです、ね、その食材のテストをするんですね。うん、で、自分がその除,除いたものに対してですね、大豆と。 まあ、乳製品ですね、うん、でグルテンはもうなるべく避けていただいたほうがいいのでテストしてもいいんですけど結構な確率で、うんえー、体調不良っていうのが、ね、起きる可能性がありますあると思います <laughs> 疲れるとかね確かにあるほ、うんとにラーメン食ってもうなんか眠くなったりとかもうなんか ちょっとめまいがしたりとかっていうことが起きたりとかするんですけどそれを感じることによって本当に小麦って怖いなっていう、ね、実感することもできるんですけどいいチャンスですよね <laughs>、うん、そうでまあその手相方法をねお伝えします、うん、はいでまあこれはね1食材1週間になりますのでまあ5週目にこの方法を教えますのでまあ,あのできればまあエリミネーション あのもう除去していくっていうことがいいと思うんですけど、もうやっぱりでも豆腐が欲しいんだっていう方は、あのそのテストすることによって、自分の体にその食が合ってるのかっていうのを聞くっていう方法ですね。なるほど。で自分の,その肌の状態が悪くなったりとかしたら、あそれはその大豆過敏っていうものが起きてると、うんうんで。乳製品とか食べて、ミルクとか飲んだりとかして、うん、なんか肌が悪くなったり、ね、あのめまいがしたり、なんか。 頭の調子が良くなかったりとかいうふうになったら、これは乳製品過敏が起きてるということで、これはもう1食材ずつテストしていくと、体に効くという感じですね。なるほど。これでも基本的には、総理さんのおすすめとしては、グルテン、大豆、はい、乳製品はなるべくもう避けていった方がいいですよってことですよねはい、うんうん、ただね、乳製品でちょっとトライしていただきたいのが、グラスフェッドのチーズですね。 グラスフェットのチーズはこれ発酵させてるということと、まあ、カセインとかもちろん入ってるんですけども、カセインとかで反応しないということであれば、うんあの、非常に良質な脂質が入ってるんですね、そういう意味では、ちょっとチーズとか、うん、グラスフェットのチーズはちょっとチャレンジするっていうのは、の非常に有効ではないかなと思います、うん、ヨーグルトはどうですか、グラスフェットの。グラスフェットヨーグルトは基本的に OK なんで、それもチャレンジしていただいていいんですね。すヨーグルト好きには いい情報ですよね。はい。<laughs> <laughs> ですね。なんかちなみにああいう質問なんですけど、この5週目までとにかくえっ、ー、とまあ2週目から5週目まではまあそのグルテンフリーをまあ続けながら運動もしながらっていうのは続くわけですね。ずっと。そうですね。はい。うん、ですので、うん、あのもう感情が良くなって食事が良くなるってことは体の炎症を起こすようなものを食べていかないので、うん、あのー。 本当に体の調子が良くなります、うんで。そしてさらにそれで運動をやりますので、うん、あの運動でやるとその脳にの血流が良くなるんですね。うん、ですのでもう思考とかもクリアになってくるし、うん、あの一日のその状況が変わってくるんですね。うんうん、たった五分ですよ朝の。クオリティ変わりますよね。だ、うん、それをやっぱりここの 棋士、えー、改正アカデミーを体験することによって、うんあ、本当に自分の体調っていうのは変えることができるんだと、うん、で自分の今起きている症状っていうのを改善することができるんだっていう、うん、これを、まあ、実感していただく、うんうん、そういうアカデミーになっていきます。素晴らしい ですねまあ、あ,のあとその他にも、ちょっと自然中クラブではちょっと浅い話しかできなかったんですけども、うん、あのまだいろいろ全然あの、公開できている情報っていうのは、あまりにも少ないんです、ね、<laughs> 多分でも、質問見てると聞いてる人、結構あれ、こんな話聞かせてもらっちゃっていいんですかみたいな質問あったけど、まだ全然浅いんですね。 だからその中でやっぱり脳の話とか、うん、脳の機能とか脳と食事ってものすごい直結してるんですよ。うん、でだからやっぱりそこのニューロトランスミッターがどうなってるかとかあと炎症をオフにする過程とか、うんうん、やっぱりその脂質がなぜ、ね、重要なのか。あの、まあのま 結構ね脂肪が人間の脂肪になっちゃうっていう,うに勘違いしてる人が多いんですけど、まあ、そこら辺の話とか、まあ <laughs> うん、なんでそうじゃないんですよそうじゃないんですようんまあそういうこともやっぱ最新のねちょっと健康情報をやっぱアカデミーだけのねあの参加した人だけに、えー、それも伝えていきたいなっていうには思ってますなるほどあれですかまあちなみに今まで自然治癒クラブ出してきた情報っていうのは宗衛さんにとっては 浅瀬で潮干狩りしてるみたいな感じですかもっと深く行きたいところですけど、うん、あこれからスノーケリングしてダイビング行くみたいなぐらいのレベルに入っていくってことですか、うん、でも、あのーうん、自然中クラブのあの1時間でちょっと長すぎるっていうようなね意見が来たりとかしてたんで <laughs> ありましたね、うん、いやもうもうダイビングレベルまで行くとかなりもうちょっと終わんないので。<laughs> うんうん だからちょっとまあアカデミーに参加した人はまあそれぐらいの深い話まで聞いていただけるのかなという感じでは思ってますね。楽しみですね。うんはい、であとですねまあ,あのちょっとパレオダイエットについて、はい、あの知らない方もちょっといらっしゃるかもしれないので、まあ、その、まあえー、基礎編ですね、えー、それをちょっとまあプレゼンテーションという形でそのまあえー まあ、オンラインのビデオセミナーみたいな形で、ちょっとね、基礎編をお伝えしたいなと。なるほど。パレオダイエットっていうのは、うん、ちなみに、あの、原始時代のとかそういうことですかそうですね。はい。うん、そのダイエットの基礎編、それを、まあ、あのお伝えします。はい、はい、はい。で、他にはですね、あのまあ、やっぱり、一番困るのは、その外食に出て、うん、で、うん、いや、ちょっと。 ちょっと小麦は食べられないんですよとかっていう、<laughs> <laughs> その気まずくなる瞬間があるじゃないですか。あるありますねあの変な空気ありますよねちょっと<ー>一瞬。そう僕もそれちょっと何度も経験してきたし、なんかせっかく手作りのケーキを持ってきてくれたけどとかって言って、<laughs> そう。あ<ー>りますよね。そう,そうでも安心してください。うん、あのその断る方法があるんですね。うんうん、であ,あそれだったらもうあのしょうがないよねと。 うん、でだからその全然問題なく、あのーまあ、断ることができる、外食時でまあグルテンフリー食、うん、まあ達成会話テンプレートみたいな形で、ちょっとまとめさせていただきたいなとあのそれだけ見て、ある程度覚えていけば、うん、いつ、だんときそういう状況に陥ってもうまく回避することができる<う>といもう<ん> <laughs> ことです。<laughs> このテンプレート通りに回答していただければ全然問題ないですね。<laughs> なるほど。で、まあ、あとはですね、やっぱグルテンフリーっていう概念がちょっと日本はまだ遅れてると思うんですよね。うん。だからやっぱそのグルテンっていうもののやっぱ危険性をやっぱり皆さんに、ね、自分の周りの人にも伝える。 ことって重要だと思うんですよ確かにそうです、うん、だからやっぱあのー、まあちょっとその3つのポイントがあるんですけど、うん、あのー、まあそのグルテン先生テンプレートみたいな感じで、うんうん、そのもうこういうふうに教えれば周りの人が驚いて、うんうん、であっそれだったらやめようかと。あ丸々さんすごいいねみたいな <laughs> そこまでよく知ってるねっていう風に言わせるぐらいのテンプレートを作りますなるほど、うん、でこれによってですね、うん、自分の周りの友達、うん、これもグルテンフリーで、ま、あの巻き込んでいくんですうん、うん、なるほどなるほどでそうするとグルテンやめるだけで本当に体調が劇的に改善するんですね、うん、でそれでそう周りの、ね、友達からも感謝されて、うん、であの非常にね、あのー えー、友達関係もよく人間関係もよくなるっていう、うん、でそれでもう自分の周りの友達にも理解してもらってで、うん、仲間になっていって、うん、で今度はそうグルテンフリーを知らない友達があ,あんた知らないのぐらいの逆に逆にちょっと遅れてるんじゃないのっていうぐらいにあのちょっと、うん、あの自分がリーダーになるっていうことですねその人自身もその教えなんかテンプレート使って教えることで あのもっと覚えるし周りの人も賛同してくれて自分の周りの環境もグルテンフリーが簡単になる環境になるし成功を回避不可能なその環境を自動的に作ってしまうということですよねそうですね素晴らしいですねうん、うん、でこれをちょっと、あのーまあ、プレゼントしたいなというふうに思ってます、うんはい、でまああとはですね、うんその まあ、ダイエットに関わることでも大切なんですけれども、うん、やっぱ、はい、脳の機能っていうことをちょっと理解する必要があるんですね。でこの機能をあの概念的に理解することによって今自分が考えているその、うん あの結局ね、その自分の約束を守れない方っていうのが多いんですうんあの。やろうって言ったことを途中で諦めちゃったりとか。 多分、ね、9割ぐらいの人がそんな感じじゃないですかね。うん、僕も昔そうでしたしな、ね。なんか起業したいとかって言って、したいしたい,したいって言い続けながら何もしないとか。会社毎日行って。そうね、よく、ね、あの学生時代にね、<laughs> 俺はちょっと社長になるんだとかなんか,かね。よくそういう人って言っじゃないですか。だけど、じゃあそこの中で、実はこの3つの機能があの自分の中にあるんだよと。うん、でこの3つの脳のつ脳機能が どういうことを言ってるのかっていうのを自分が自覚することができるようになるんですよ。うん、どうこれが、あのーまあ、今回で言ったらダイエットの成功の鍵にもなりますし、うん、で実はこれはダイエットだけじゃなくて自分の健康管理自分の脳の管理ができるイコール自分の行動の管理。うんね、でそれが 人人間と人間と関係にもつながってくるんですね、うん、で人間関係が良くなれば仕事の関係も良くなってきますよね。うん、でね自分の思考がクリアになってで、うん、自分のやる行動が分かっててで、うん、人との関係の使い方が分かって、うん、でそうすると最終的に本当にこれこそやっぱりこの3つの機能を理解することによって起死回生になるんですよ。うんうん、なるほど そうかそうですよね、行動をコントロールすることができれば習慣化も簡単にできるとてことですからね、そうです習慣化になれば、人生を作り上げることもできるわけですもんね。はい、うん。で、そこの、まあ、後押しをあのできる、あの背中を、ね、押してあげられるような、うん、そういうことを、もうどん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 、あのうん、もう、えー、僕が分かってる範囲で、うん、ああのお伝えしてで、それでみんなで助け合って、で、うん、同じゴール。 一つのゴールにみんなは向かって、うんね、この、えー、6週間、うん、一気にゴールに入っていくと起死回生をするってことですねはい、うん、そういう、えー、形にね、あのー、していこうかなというふうに思っていますプレゼントいっぱいですねはい、はい、もうプレゼントはもういっぱい <laughs> <laughs> そうかまだもしかしたらちょっと増えるかもしれないとか,感じですかいやもうまだまだありますよね <laughs>、うん れだけじじゃないいよよってう感ですね本当に楽しみですね。なので、本当に、まあ、あの、楽しみにって感じですか。もう本当、楽しみにしていただきたいって思いますよね。期待していいですかあもう期待してください。それぐらいちょっと、今回、自信ありますね。いいですね。 っていうのもやっぱりなんかいろいろ今までその人に対して伝えてきたんですけれども、うん、あのやっぱりあこの部分が難しいんだなとかこれ言ったけどここでもやってくれないっていうのはこの部分に伝えるの足りなかったなとか、うん、そういうのはやっぱりエクササイズでもありあの食事の方法でもあり、うん、そういうとこでやっぱり人によって、うんえー、行動できない壁っていうのがあの、うん、いろいろ見てきたんですね。うん あだからそこの壁をこう乗り越えられるようなポイントっていうのはもう、まあ、人によって違うんですけどもも,うものすごい種類があるんですね。うん、でそれを体験してきたがために、まあ、今回こういう形でね、うん、あの公開できるっていうことで、まあ、僕自身もね、うん、本当嬉しいと思うしそれを壁を越えたことによって、うんえー、もう 本当にね体の状態、健康状態が改善していくっていうのが、これはもう間違いないので、うんうん、やったら間違いないんで,、うんはい、で、それをちょっと皆さんで一緒にゴール入るそうかなるほど、まあ、やれば成功するし、やらなければ失敗するっていうだけのことですね。それだけですね。うん、うん、そうか、素晴らしいですね。そんな形にしていこうかなと、うん、まあこれがちょっと、ね、具体的な内容なんですけど、何か、ケンジさん、質問とかあります 質問としては、うん、そうですね、もうほぼ詳しく今言ってもらったんですけど、そうですね、一番最初の、多分その買い物リストとか集める部分ですよね、はい、まあこれはどこで何を買うかっていうのを、もう本当に明確にも一つずつもう指示してあげるっていう感じなんですね。あのまあ、基本はですね、あのインターネットになりますね。 えー、鎌倉にあるどこのスーパーでとかっていうようなことはちょっと言えないのででも、近所にもしあれば、その人はそこで買っていっていればって感じですね。ほとんどやっぱりだから、ね、あの多分楽天さんとか、アマゾンさんとか、かアマゾンさんとか楽天さんで買えないような、まあ、グラスフェッドのものっていうのは、まあ、特定のの業者のリンクですね日本でもなんでも売ってますもんね。そうですねアメリカでオンラインでその有機なんとかの買うって、結構不可能じゃないですか。 スーパーに行かないと買えないですよね、アメリカって。なんか多分法律かなんかの規制で、おそらく。だ野菜に関してはやっぱり地元でしょうね。うん、そうですよね。スナックとか、うん、そういうものかな。うん、そっか。で、これ、ナッツ類は何のナッツ類を食べるとかいうのも、すべて詳しく教えしてくれるかな、はいまあ。食材リストで公開してたんで、うん、まあ,あれ、うんうん、あそこら辺のナッツ類ですよね。なる,なるほど、なるほど。はい そうかあとはじゃあ,あと、助け合いコミュニティっていうのをやるじゃないですか、はい、そこで、宗、ま、衛、あ、さんがその皆さんの,その質問に答えていったりとか、あもち,ろんです、ね、ちょっとした、そのなんか。 まあ言ってみたら個人コンサルみたいな形になっていくっていう感じですか、はい、今回いろいろお伝えしてきて、うん、あの数百件ぐらいあのちょっと質問とかを受けたりとかしてたんですけど、実はです、ね、あのあの全員に答えてたんですね、まめ<あ> <laughs> に。応援メッセージもですか。はい、あ素晴らしいですね 助け合いコミュニティでみんなでその質問をシェアしたりとかできる、うんうん、でそういう答えていくということよりも全然もう今までやってきたことなんであの特に問題はないですね当たり前のことだよみたいな、はい、そっかのでここで全てあてわからないことは質問できて、はい、それでお互いに参加者同士のその,、まあ、そのみんな思考の高い人たちが集まるわけですよね絶対にやろうって決めた人たちがそうですねでそういう人たちとお互いに、まあ、情報交換し合ったりとか 体験をシェアしたりとかしながらさらに成功確率を高めていくことができるっていう感じですかそうですね、うんいいですね、やっぱり仲間がキーです、はい、うん確かにそうですね、うんで、助け合い、一人ぼっちじゃない、うん、あのみんなでやり合うで、その空間ですね、それを、うん、あの同じ時期に、これもうもちろん私もやりますから、今までちょっとやってきてるんで、特に問題ないんですけど、<laughs> でもやります、はいなるほどあ、ちなみに僕もやるんですね。<laughs> <laughs> 頑張りましょう。頑張りましょう。そそうでですすねねんな感じです、ねうん、本当にでもあれですね、やれば本当に感じれる、その先にまた待ってるものが絶対あるっていうのを知ってもらいたいんですよね。そううですね、うんうん、これはもう 本当にやった人だけにしか分からないのであれですか総えさんの話でいうとマラソンのゴールみたいな感じですか <laughs> そうお金じゃ変えられないはいあの体ライああ、そ,うかそれをねやっぱり今回でちょっと実現したいなっていうそういう思いもありますねうんそうかでこれあれですか販売のアカデミーの開講日っていうのは一応えっ、ー、とまああのこのプログラム 自体の販売ってのは5月1日ってことになってるんですよね、確かそうですね、はい。で,ね、で、まあ、実際に始めるのは、0、まあ、週目はですねちょっとどうでしょうね、えーまあ、買い物リストは、ね、すぐお送りできると思うんですけど、0、うん、週目はまあ5月の中旬、うん、まあ上旬か中旬ぐらいからちょっと始めようかなという感じちょうどゴールデンウィークが終わったぐらい、はい、って感じですかね。そうですねはい、うん そんな感じで考えてますなるほど、じゃあ、ちょうどいいかもしれないですね。はいそうですね、まあ、そんな感じでしょうか。うん、それであれですか、あの募集は、えー、と3日間でしたっけあそうですね、5月1日から3日までの3日間ですね。日本の日にちで言うと,、えー、と、木曜日から木、金、土って感じですか。 でまあ、一応、えー、50名ということで考えてます。なるほど、50名限定ってことですね。はいうん、もしあれあの、この50名入りたいんですけどってって、できなかった人もやっぱり出てくるわけじゃないですか、うん、その場合でも、まあ仕方ないなって感じですか。<laughs> まあちょっと、今のところちょっと、ね、サポートの量もありますからね。 そう50名として考えているんですけれども、今でも、決意表明っていうか、なんか質問いただいたので、参加したいっていう人,人だけでも、なんかそのぐらいになっちゃいそうな勢いなんですけど、えっと、<laughs> <laughs> 困らせる質問をして申し訳ないんですけど、そうですね。 ちょっとまず、ねうん、あの50名ということでまずこれを始めてみてからってことですねはい、はい、そうですね、うん、はいそうやって考えてますなるほどですねまああと値段についてはちょっとまだ考えてるんですけど本当にはい、はい、あにほらアメリカからねやっぱそのねえー、プロテインパウダーとか、ねはい、手に入れるとかってなるとやっぱりね、あのー、コスト的な部分もありますので,です、ね、まあ、あの本当に なんだろう今までね、健康本を、ね、買われた方とかいらっしゃると思うんですけど、うん、まあそれね、あのーまあ、10冊、20冊買ったっていう方にとってみたら、うん、あのもうはるかに安い値段にしようかなという形では考えてます。それはちょっと5月1日に 1>、うんあのね、告知の時にちょっと確認していただければっていうふうに思いますね。うんねまあ これから質問をいろいろ持ってきてみてっていう、それから決めるってことですね。そうですね。はい。わかりました。ちょっとね、そんな感じで、これでもね、ちょっとまだ説明足りなかったと思いますので、機種改正アカデミーに関する質問とかありましたら、どんどんですね、お寄せください。質問フォームよりってことですね。 そうですねではそれでちょっと、うんえー、でまたねいろいろ質問を受けましたら個別に私自身も回,あの回答してきますので、うん、えどんどんですね質問をお寄せください。うん、はいうこで、今回のプログラムはとにかく誰にでも簡単にできて、でまあ、全員でみんなで一緒にやって、まあ、成功できるようなアカデミーということでよろしいですかその通りですね。本当にみんなで 一緒にやりましょうっていうことですね。うん、いいですね。なんかみんなで一緒にやる。はい。それが好きなんです。はい。マラソンやったので。なるほどなるほど。はい。期待できますね。はい。はい。じゃあね、あのまあ質問いろいろね、であと5月1日のね告知を楽しみにしてください。はい。で、そうですね。であのぜひその棋士改正アカデミーでね、あのお会いできたらっていうふうにあの思っております。どうぞ楽しみです。はい。じゃあ健二さんどうもありがとうございました。 ありがとうございました。